まあ、せっかくだからもう一回やってみますか。グッドラック。謎のこだわりですね、本当に。まあ、この RTA は、まあ、キャンペーンって言って、まあ、ストーリーモードをクリアしていくやつですね。で、最初に2種類のカードが選べるんですけども、ぶっちゃけ性能そんなに変わらないんで、連打して一番最初のやつにします。And so, the nightmare begins again.すごいすごい。チュートリアルを飛ばしてこっからレースが始まりますと。最初のコースはまあ単純なオーバルサーキットな感じのところですね。今使ってるのは割と普通のカートですね。ああ、突っかかってる。で、このヘルストランスフューザーはちゃんと手元に持っておきましょう。ああ、突っかかっとるがな。こんな感じでトゲゾウが飛んでくるんでね。そしてこのゲームはマリオカートなので直撮りができます。あああああああ、間違えて使っちゃった。盛大に突っかかってしまいましたが、スピードをちょっとでも稼ぎたいので、しっかりザク敵を倒せるなら倒していきましょう。その調子だよ。まあちょっと突っかかったけど、まあいいでしょう。コースも比較的単純っちゃ単純なんですが、これ前に出られねえな、最初。とにかく、敵を倒して、あ、アイテムを取りたい。アイテムを取らせてくれ。あー、ちょ。ふざけるな、お前よ。ああ、バナナを踏みました。ちょっと殺傷能力の高いバナナを踏んじゃいました。食らうとダメージを受けます。踏むとダメージを受けます。
ああ、トゲゾー飛んでくる。毒バナナなのかもしれません。おお、飛んだ。ちょっとね、踏むと痛いバナナなんですよね。間違えて使っちゃったけど、トゲゾー来ないでね、頼むよ。あー、お前ちょっと何してくれてんねん。もっと頑張って。あのでかい敵物を、あのゴールあたりを裏をついてるんですけど、行動が乱数なのでどこに現れるかはよくわかんないです。そしてバトルゲームが始まります。チーム戦の風船バトルみたいな感じですね。より多く殺した方のチームが勝ちです。レースだけじゃありません。それか先にね10ポイント稼いだチームが勝つので、できれば制限時間内に終わらせたいんですが、なかなかそれが難しいっていう。いいやつですね。武器をちょうだい、武器をちょうだい。大丈夫、食らってはいい。いいね、ポイント稼げてきた。待て待て、あと2ポイント。やってるから。あ、武器をくれ。頼む、武器をくれ。あと味方頑張ってくれ。味方仕事してくれ。武器をくれ。その調子だよ。さあ次はボス戦です。ボスとの一騎打ちですね。まずは逃げるボスを追いかけます。距離を大きく離されてしまうとミス扱いになるので、しっかり追っかけましょう。
コース1周分追いかけることになります。で、一周したらこっからボスとの1対1のバトルが始まります。ピストルやらショットガンでどんどんダメージを与えてきます。どうだ、あーどこだ、そこに詰まってる。あれ？ハマったかこいつ。もしかして。あ、抜け出した。あー取られたか。そこにあったガドリングをコースに取られちゃうと遅くなっちゃうんで、いた。ガドリングなしでなんとか倒せないといけないな。あべ、で、このムーンシャードはクルーエンドに必要なアイテムです。もっと頑張って。だいぶプラスがついちゃいましたね。そしてまたレースが始まります。アイテムが取れない。あーターゲットが全部敵カートの方に取られちゃうな。あー思ったよりスピード稼げてねえから、これちょっとだいぶまずいぞ。意地でも道中の敵を倒していかないと。400か、もうちょっとスピードが欲しい。映像を来ましたね。644。もうちょっと欲しいよなスピード。
なんだっけな。お、誰かの骨、ありがたい。誰かが死ぬと骨を残していくので、それを拾うと その人が稼いだ分のポイントが手に入ります。あー、もうプラス入ってる。結局のところどれだけね、あ、ちょっと待って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 、たまにあるやつ、何もしてないのに落ちる。ちょっと待って待って待って、つっかかりが、もっと頑張って。いやー、プラスがでかい。まあしゃあないわ。お次もバトルですが、今度は弾を拾って自分のところのゴールへ持って帰るというバトルですね。まあインサイトっていう弾がね、このマップの中央に出てくるんですが、これを掴んで、ノノノノ、リスポーンして、自分のところのゴールへ持ち帰る。またリスポーンしてスタートして、あー嘘、落ちた。はい、リスポーンして、はい、ゴール入れてリスポーンして、はい、リスポーンして、はい、ゴール入れて、でここにムーンシャドウが隠されているので、それをちゃんと忘れず取って、はい、スポーンして、取ってリスポーンして、はい、その調子だよ。はい、ま、何をしてもいいんでね、リスポーンという機能があるんだったらありがたく使わせてもらいます。お次はカートですね。カートでレースです。ここはポイント取れないからな。あー、ちょっと待って、押された。で、ドロップレッド、ダブルでドロップレッド来たね。あー、ちょっと待って、おいおいおい、それは良くないよ。対策もバッチリ。
あーでも確かにな、このゲーム酔う人がやったらすごい酔うかもね。あの特別そのグラフィックが綺麗とかそういうわけじゃないんで、それが余計にね。その調子だよ。おお。いやー、ボス戦でだいぶ沼ったのがちょっとな、やまれるな、これは。お次もまたバトルなんですが、今度は武器が固定でエーテルを使用することによって武器が使えるっていう形式のバトルです。なのでとにかくエーテルを貯めて武器を使います。でここのバトルも制限時間内に10点稼いだらその時点でバトルが終わるので、積極的に合わせる敵は倒していく。ダボキュどこにいる？おお、なんかすごいけどめっちゃマイナスついた。いいね、今回味方がめっちゃ仕事してくれましたね。でお次もまたバトルなんですが、今度はドロップレット集めバトルですね。先に4000ポイントポイントを稼いだチームの勝ちです。そして狼がでめっちゃポイントをいっぱい持ってるので、こいつを積極的に倒していきます。
で、また敵がリスポーンするまで待ちます。できるだけ味方も頑張ってね。いっぱいポイント稼いでね。あと200ポイント。あと犬1匹だな。もっと頑張って。まあここはね、あの敵のリスポーンの周期で何もなくなっちゃうから。でお次はレースですね。物騒なベビーパークです。短いコースを6周走ります。狼はやっぱり稼げるドロップレットの数が多いので、そう積極的に倒せるとスピードが上がります。ただあんまり このコースはスピードを上げすぎても入って曲がりにくくなっちゃうんでね。またそこも難しいところ。お、君邪魔。やめなさい、そういうこと。あー、まあ、ちょっと間に合わんかったけど、時計層で落とされなかっただけまだマシだ。あー、ちょっと待ってー、食らっとるがな。めっちゃ食らっとるがな。その調子だよ。さあ、ボス戦です、また。おじいさんとの追いかけっこが始まります。まずは所定のルートを通って、このおじいさんの逃げる方向を誘導して、小部屋に誘導します。ここでボス戦バトルが始まります。あんまりこちらが動き回ると、このおじいさん、逃げ回りますね。動く移動距離を最小限に留めておいて。食らったか？まずは第一段階の突破で、またこのじいさん逃げ出すんで追いかけます。で、ここに
ムーンシャードが隠されているのでこれを取ります。どこに出た？あー逃したか。あーニコラスのボスの残り HP 高いな。ここである程度残り HP 削り切れてるとここの追いかけっこが楽なんですけどね。で今逃げるボスを追ってるんですがまだ武器が手に入ってないのでしばらく攻撃はできません。引き離されないように追いかけましょう。で今このじいさんね、あのムーンシャードの隠し場所についてのヒントを喋っていますが、まあ、ぶっちゃけあんま参考にならないです。てかもう全部拾っちゃったから今更言われてるって感じなんだよね。でここで武器がようやく手に入ります。空中のニコラスに当てられると非常に当たったか。いいね、当たってくれ。あと一発か。へい。あーまあ時間かかっちゃったな。そう、車並みにね足が速いおじいさんです。いやもしかしたらあれもカートなのかもしれません。まあまあ時間かかっちゃったのは仕方ない。もっと頑張って。まあこの辺も運ゲーだからな、ぶっちゃけ。で次がまたレースですね。レインボーじゃないレインボーロードです。このコース最初が長い直線なので下手に前に出てしまうと敵の攻撃を食らいまくります。なので最初あえて前に出ず敵の集中砲火をやり過ごします。それが一番安全です。下手に前に出るとそれだけでねもう完全にね殺されちゃう場合もあるみたいな。でここで前に出ていいでしょう。やめなさいそういうの。で雑魚敵は積極的に倒していこう。あートゲゾウ来ちゃうか。 HP がやばいな。回復回復ちょうだい。よし、あーちょっと でもあっちもあっちで HP 今そんなにないはずだから。よし、とにかくアイテム回せ、アイテム回せ。トゲゾウ対策のアイテムをとにかく取らないことには。
んで敵にぶつかっとんねん。いやーちょっと、オッケー、特別を回避。いやもうトゲソホホキすぎ間に合わん。あーまあさすがにプラス入っちゃうよね。いくつトゲソ送るんだよ今回。もっと頑張って。まあ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 しゃあないしゃあない。さあレベル13、最後の一人になるまで戦いっていうバトルですね。一発攻撃食らっただけで半分ぐらい持ってかれる時もあるので、早くかつ慎重にやらんといけません。いや近接武器が当たらない。食らうんですよ。ここで油断しちゃダメ。あー武器をちょうだい。あとどこだ。武器をくれ。すごいすごい。でここでディフューズを選ぶと次のレベルに進めます。でムーンシャードを3つ集めているとここでラスボスと戦えるようになります。さあラスボスのところまではまず進んでいきます。スピードを落とすなと言われるのでとにかく走り続けます。そしてこの大きなギャップをどうやって飛び越えるかというと、この今拾った武器の剣を使うとこの雑魚敵の方に自動的に飛んでいくという性質があります。これを利用して剣で雑魚敵を切りつけながら大きなギャップを渡っていきます。これがねなかなか難しいんですよ。初見プレイの時はマージで苦戦しました。
でしょう。さあボス部屋に到着。こいつをとにかくこの剣で切りつけます。いいね。いいね、いいね。いいね、いいね。オッケー。結構早い段階で次のフェーズ進んだね。どこ行った？お、で、そろそろ奥の方に隠れていたボスがまたお出ましです。あと一発、あと一発当てればいけるかな。あー、どこだ、どこに出て、どこに出てくる、こっちか、どこだ、どこだ、どこに出てくる、あー、そっち側か、こっち側、来て、オッケー、よし、あと一発こいつを切りつければ、新記録、おめでとう。自己ベ出ちゃったけど、ボス戦が早すぎたせいで自己ベ出ちゃったんだけど、道中めちゃくちゃグッダグダだったのにラスボスが早かったせいで自己ベ出ちゃった GG ありがとうございます。伸びしろあるな。伸びしろしかねえよ。SOB 今40分2秒だもん。伸びしろ言うてもだいぶ運ゲーが絡んでくるけどね。また縮まっちゃった。